ベラチナ対ランクマン残り2部隊の最終局面です。目の前にはキャッスルウォール付きの敵、軽くピークして遮蔽に隠れます。一度リロードして再度ピークからの助手席ライドオンで小休憩、そして運転席に乗り込み爆進、蜂の巣になりそのままダウン。これほど焦りという言葉が似合うクリップはないでしょう。皆さんもトライデントを遮蔽にする際にはお気をつけください。こちら HD のカジュアル、アンチ外徐々に体力が削られていく中、まあサバイバルアイテム間違えちゃうことありますよね。特にアンチ外だと焦りますから。はい、まあでもこれで笑い合えるのはね、非常になんかフレンドとしていい関係ですよね。そんなアッシュさんはなんとかアンチイン、味方の老婆さんが駆け寄り起こしてもらうことができました。まあ一人失ってしまいましたが、アッシュさんはね生き残れたんでよかったかなと思います。はい、なんで残り2部隊の最終局面。まずはテレミットを投げ、カービンで大きな削り、即座に詰め、後ろからの射線を通し、まずはワンダウン。残りのバルも落とし、核を入れようとしますが、こいつが金ノック自己蘇生持ちです。さあ、勝利確定のフィニッシャー、威嚇からのぶん殴りでゲームオーバー。皆さんもね、アンチ外でのウキウキフィニッシャーは大事故につながる可能性があるので控えましょうね。さあ、こちらオリンパスエネチョに向けて降下中、目の前には大きめの穴。さあ着地はしっかりできるんでしょうか。できましたね。はい、まあオリンパスエネチョ付近といえど、まあそこまでね今更落下する人はそっちで。オリンパスランクマン残り3部隊の最終局面、リング収縮開始直前ですね。おそらくアンチ的に一番最初に移動しないといけないのでしょう。しっかりカタリストウルトを構え準備しております。右にウルトを焚き、エリアを確保、そこからチャンピオンを狙おう、そんな算段でしょう。バンガがスモークを投げ準備万端、あとはウルトを打つだけ。なぜかアビ放ちからの大ダメージ、爆心パンチでダウン。ウルトもたかず、武器も使わず、拳一つで戦ったと。描いていたイメージは完璧だったんですけど、なかなかに悲しい現実でしたね。さあ、こちら近距離にはバンカー付近でのファイト、シオレジェンドはニューキャッスル、味方が前線を張っているので高所めがけてキャッスルウォール、そして上からの射線を通していきます。登ってくる敵に対応しますが、ここでダウンと。あれ、先ほど展開したはずのキャッスルウォールはどこに行ってしまったんでしょうか。これはなんかバグとかですかね。あ、これ。さあ、こちら金キャニでのカジュアル、ブラーさんとバンテージさんはデュオみたいですね。レブはランページを持っているのでしょうか。テルミットが欲しいみたいです。まだ欲しいみたいですね。切れすぎじゃない。こちらオリンパスでのランクマン、 PK を構えシールドに一発、テルミットを投げ、マルグレも投げると、ミリ報告を受け、ダイナミックエントリー。あまりにローすぎるのですぐさま撃たれダウン。勢いでいったらねこれ以上ないレベルだったんですが、ちょっとダイナミックが過ぎましたね。こちらブロンズ対ランクマン、アンチ外を疾走中、多少アンチは遠めですが人志持ち、なんとかなりそうです。登ったところにジャンパン、上空から人志を投げるも跳ね返され舞台壊滅。これを狙っていたのだとすれば、まあとんでもない奥さんですね。こちらシル対ランクマン、マーケットに向かって進んでいきます。圧死です。あ、もう手遅れですよ。はい、なんとも不憫すぎるパスファインダーさんでした。金キャニでのファイト 2v3 の状況、軽く削られたのでセルを巻きますと同時にポータルにしてしまい、ポータル消滅、めちゃくちゃ蜂の巣に合いダウン、5しかないという状況で切れるポータルさんでした。こちらオリンパスは橋上、前後から撃たれているのでポータルを起動、どこに行くのでしょうか。まあそうなりますよね、行き場なかったですから。はい、まあちょっとしょうがない感はあります。さあ残りは2人、ニューキャがバンガを起こしそのままポータルインして、舞台壊滅と。まあなんか誰が悪いってことはないと思うんですけどね。まあ災難なクリップでした。こちらコントロールでの一幕、まずはフラトラで大きく削っていきます。テルミットを投げ、アーマーを割り、リフトでガン詰め。さあここでボセックに持ち替え、
あんま見たことない打ち方で大外ししていきます。なんとか一発当たり KO。 僕もあんまボサク使わないですけど、腰打ちはこんなに当たらないもんなんでしょうか。こちらオリンパスでのランク、味方が脱出タワーを展開し階段側を警戒しテルミットグレネード、まあ、おそらくそっち側に敵がいたんでしょうね。タワーに乗った後もしっかりと ADS 警戒は怠りません。さあ一番上まで行って旋回し元の場所に帰ってまいりました。警戒していたであろう敵に撃たれた。あんなにしっかり警戒していたのがしっかりとフリーになっていていいクリップですね。こちらカジュアルでの一幕、目の前の敵にフォーカスオブアテンション、そこに味方がピークし味方が1枚持っていきます。鋭いピークからのリピークでノックダウン。あ、もうダウンは取れてますね。さあ残りは1枚と、ここで1枚返されてしまいます。さあ味方がファイトするもののなぜか回復もカバーもしないと、どうしてしまったんでしょうか。あれ、あ、私死んでると思ってた。そんなことある、最後は文字通り息を吹き返し舞台壊滅。エペックス5年やってきていろんなクリップ見てきましたけど、その死んだと思ってた人は初めてでしたね。こちらプラチナ対ランクマッチ、ワンパ同士で戦闘中のようです。味方が1枚落としスキャンが入ります。スキャンの方向に向けてかけていくレイス、ただブラハの姿は見当たりません。どこにいるのでしょうか。ぐるぐる建物の外を回っていきます。いました。さあ始まりました、エイペックスレジェンズ鬼ごっこ。舞台はブロックムーンはスタシスアレイ。ブラハの背中を捉えているものの一瞬でも止まれば攻撃はできない。ブラッドハウンド凄まじい逃げです。相当な熟練者であると思われます。なかなか距離を詰めることができません。おっと、ここでインを攻めすぎてブラハ減速、すかさず距離を詰めるキラー。ここでボルトが火を吹きキラーの勝利。さながらデッドバイデイライト並みの逃亡劇を披露したブラハさんでした。皆さんもね、ここだったら結構逃げれるっぽいんで試してみてください。こちらストポでのランクマ、味方2人が落ちてしまい敵に追いかけられている状況です。目の前にはグラビティキャノン、乗り込んだと同時にアークスネア。さあここでリフトを起動し上がって再度乗るも自分のリフトに阻まれると。さあもう一度リフトに乗り、グラビティキャノンにはまたアークスネア。何か前世で悪事でも働いたんでしょうか。それくらい運のないホライゾンさんでした。こちらアルミ体でのファイト、アルソクを巻きますが大きく削られます。さあここでグレネードの表記、グレネードを追いかけてしまい爆散。まあ、あのグレ側もびっくりしたでしょうね。いつも避けられるのに一緒に投進してくれるプレイヤーがいるなんて。こちらプラチナ対ランクマ、建物内で戦闘中のようです。一度ピークしバンガウルトが来ているのでジャンパーを展開。一発二発三発くらいそのままノックダウン。回避のためのジャンプでバンガウルト理論値を食らうオクタンさんでした。オリンパスランクマ残り3部隊、こちらも最終局面、残りはバンガロールとアッシュのみ。限界も限界ポジです。確実に一番最初に移動しなくてはいけないと、そんな状況です。しっかりと回復を巻き一度味方の物資を確認。こちらストポでのカジュアル、雲との戦闘を繰り広げるシア、あまりの数の多さに苦戦を強いられているようです。雲からの猛攻にアーマーを割られていきます。痛いってお前、痛いってやめろってお前ら、まあ、攻撃したのはこっちからだと思うんですけどね。さあそしてなぜか上にエイムを向け敵を増やします。一生懸命撃っていきますがなかなか減らない雲。さあとんでもなく激論にされやめてってお前、やばい死ぬ、それまずい。セルを一巻き、危な、死にかけたわほんま、やばい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 、死ぬ死んだ。そのままダウン。はい、雲にやられるだけなのになんでこんな面白いんでしょうねこの人。こちらブロムンでハイド中、たくさんの餌を置いておびき寄せてる最中です。ライフラがやってきました。アークスターを外し99でカスダメ、ヘムロックでもアーマーは割れず、早すぎる格闘家へ転身。さあここで下がるマスティフ VS 追いかける拳、激論になったところでウルトを起動、未だ格闘家です。ぐるっと一周エイムでレブ死亡と。はい、なんかそのずっとダサかったですね。こちらオリンパスのランク、味方のレイスがポータル先でダウンしてしまいます。カバーに向かうも大きく削られてしまい戻る判断。さあ味方がすぐに蘇生し射出、さあもちろん即死し戻ってきます。またすぐに老婆が蘇生を入れ
また射出、また即死してしまうレイス。まあ、ロボさんもね、すぐ蘇生してあげたいという気持ちがあったからこそね、こうなってしまったんでしょうが、激浪で射出されるレイスは一体どんな気持ちだったんでしょうね。まあ、こちらゴルタイランクもバンガウルトが来ているので、盾の近くで身を守ります。まあここだったらね、ゆっくり負けますから。裏切る盾、アホほどバンガウルトを食らい、アンチに飲まれそのままダウン。まあその不幸としか言いようがない奥さんさんでした。こちらオニパスはエネチョ付近でのファイト、奥さんとこの突撃お前が晩御飯クリプトがデュオだそうです。まずは目の前いるマットマギーが場外へ。何があったんでしょうか。動揺しつつも一旦セルを巻く判断です。さあここでジャンパの敵に対しフラトラで大ダメージ。味方のクリプトがリブートを打つも破壊され、ここでグレネードの応酬、後方のクリプトが狙われているみたいです。大丈夫でしょうか。え、とんでもない速度で前線へかけていくクリプト、そのままダウン。おそらく丸グレで飛ばされたプラスマギーボールのスピードパッドが合わさった結果、クリプトがウサインボルト化してしまったんでしょう。突撃お前が晩御飯という名前にふさわしい死を遂げてくれましたね。というわけで久しぶりの沼クリプ選手権いかがだったでしょうか。まあ個人的にはですね、射出されるレイス、そしてウサインボルト化したクリプト、まあ、そして雲にやられる視野が非常に好きかなと思うんですけど、皆さんはどのクリップが一番好みでしたか。はい、ぜひコメント欄でくれると嬉しいです。それでは戦場でお会いしましょう。六国でした。